顔。あんまりパーツとかを変えなければいけるでしょう。これですね、ギガスペース。名前がもうかっこいいですもんね。あれ29万か、高っ。いやこれほんとかっこいいんですよね。ちょっとでも色とかも変えたいんだけどな。でこのすごいですよね、全部で8個タイヤがある。これすごいな、真ん中浮いてますよねこれ。下ろせんのかな。なんといってもこのなんかごちゃごちゃしたのいいですよね。なんなのかよくわかんないけど、なんかいろいろついてますね。あーなんかかっこいいなこれ。メーターも見やすそう。キロ表示か、キロ表示ですねこれ。いやこれいいですね。色どうしようかな、色変えたいけどお金が。なんかこういう緊急運ぶ系の、あこれとかいいんですよね。これいいな、この色いいな。これはちょっとやだな。あーこれもなんか渋いな。いいな、どれもいいですね。うん、これはなんかどのトレーラーでも合いそうですよね、このカラーリングは。これはなんか運ぶトレーラーを選びそうだな、合うのは。ここら辺ちょっとお金が今ないから安く済ますね。あんまお金かけられないんですよね。いやこれ広いですね、広々。あちゃんと布団がある。2段ベッドじゃないですかこれ。2人寝れるぞこれ。やばい、もうお金が限界点まで来てる。本当にめちゃくちゃ働かないと大変だぞこれ。こんなところかな。まあ、ちょっと埋葬はまたお金に余裕ができたらいろいろ飾っていきましょう。おー来ましたね、猫トラ。いやかっこいいなこれ。あいいじゃないですか、猫ちゃんもいっぱいいるし。でかっ、トレーラー乗せたら相当やばそうだな。あエンジン音こんな感じか。あれすごい目立つな。いや力強い、力強い。めちゃくちゃでかいですね、とりあえず。あー猫ちゃんがちょっと見えにくいなこの猫ちゃん。もうちょっとこれシート調節するか、もうちょっと上の方がいいですね。おお馬力あんな。あでも静か、エンジン音静かですね。いや結構幅がやっぱ幅広いですよね。あメーターかっこいいな、こんな感じか。いやこれかっこいい。ほう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 。なんかスイッチ類も多いですね、めちゃくちゃ。これ鳴らすとどんな音だ。おおかっこいい。結構低い音なんですね。いやこれはいい買い物しましたね。チューブガスドット、これやばそうですよね。いや長いな、26,000。うわーそっち行くのか。よしじゃあ今回はこのチューブターボガスドトン、ガス缶ですかね、でっかい40トンあるんで結構危ないと思うんですが、とりあえずやってみましょう。こうガチャンと入れなきゃいけなくなったんで、うわーでかいな。
おお、入った。おお、かっこいいな、やっぱこのトラック。はいはいはい、いいじゃないですか。はい、いや、でかい荷物が、でかいトレーラーが似合いますね、このトラックだと。トレーラーのでかさに負けてないですね、この巨体は。すごいでかい。よし。よし。猫ちゃんトラック。初めての配送業務ですね。重っ、めちゃくちゃ重い。やばいな、重さが半端なく重たい。全然進まなかった。長さも結構ありますね。で、大丈夫か。おお、怖っ。で、結構バンバンスピード出していきましょうね、ユーロトラックは。これはモッドの貨物ですね。モッドで入れました。でも前アメトラだと80トン運びましたからね。これよりかさらに30トン重い。あれはほんと地獄でしたからね。それに比べたらまだ大丈夫でしょう。やばいやばい、ちょっと待って、視点が安定してなかった。30マイルか。そうか、イギリスはマイル表示なんでしたっけ。新車では、このトラックでは初めてですね。まあいいや、飛ばしていきましょう。オービスなければ大丈夫ですからね、基本。いや、でも飛ばせないな、これで。横幅もちょっと、わー、結構幅が前のやつが全然ありますね、幅が。横幅が、いや、音はかっこいいな。これギアは、あー、時速の下か、右下に書いてあるのか。見やすいといえば見やすいですね。うん、こっちからか、高速か、こっから。バンバン運びましょう、距離もあるんで。左か、また。よし、これで左入っちゃいましょう。はい、か、アブラム。もう危ない危ない危ない、横転するぞこれ。あ、エンジンブレーキこっちか。アメトラと設定が逆になっちゃってんな。招き猫やばいですね。で、高速も結構 AI が飛ばすんで要注意ですね。でもスピードが全然出ない、重いからかな。結構重いですね、これ。左側通行ですもんね。いいですね、配送してます。こうジャラジャラしてますよね、これ。
いろいろとドラレコ積んだりとか、このブラブラしてるの何のキャラクターでしたっけ、なんかのキャラクターですよねこれ。あとハンドルが今度は軽くなりすぎたな。わー、なんか渋滞になってますね若干。これですよこれ、この謎の事故が渋滞になってましたねいきなり。あれが怖いんだよな。怖、渋滞してますね。おお、あー、それか、見てなかった、速度超過か、オービスがあったんですねこれ。ちょっと急いで急いで、このブルーライトいいな、すごい見やすい。だからみんなスピード遅かったのか。で気をつけないとな。もう今お金がほんと2万ユーロぐらいしかないんですよね。多分入れてあると思いますこのブルーのやつ。ベンツ用のやつ入れたんですよ確か、なんかしら。わー、なんか怪しいですねこの先。あー、変なのが来た。最悪ですね、何あの車。危ないな、怖い怖い。ちょっと激しいな車線変更が。まっすぐですよね、ナビ見てなかった今。いやー、でもこれ意外といいな、これでかいけど乗りやすい。バンバン抜かされていくなこれ。追い越し車線ずっといるとダメですねこれ、危ないけど真ん中も怖いからな。あー、ジャジーキャットありますよね、前入れたけど外しちゃいました。いや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 。もう、あっと、アップだ。よかった、右いなくて。まだ AI は健在ですよ、前回のままです。緊張感がある AI たちですね。ありえないな今の。あー、ダメだ、重い。このスルーッと入ってくるのやめてほしいですよね。ダメだ、坂道全然スピード出ないから怖いんですけど、めちゃくちゃバンバン抜かしていく。そうなんですよね、もっと今あれしか入れてないですね、ワークショップのだけしか入れてないやつも、あの更新がめんどくさいんで、更新すぎるとエラーとか起きちゃうんですよねあれ。はあ、いやー、相変わらずな運転ですね。ほんとバスシミュレーターみたいになりますよねこれ。ブレーキも効きにくいですね40トン。あ、またなんか止まってる。あー、出てきそう、この
越しに行った方がいいかな。スピードが全然上がらない。よし、とりあえずずっとこの道かな。怖いなこの車列は。出てきますからね。すぐ右入れるようにしとこう。うわ、あー遅い。怖い、真ん中通るの真ん中通るの危ないですね。よし、バンバン行きましょう。まだしばらく給油とかも大丈夫ですよね。給油メーターこの左下か、速度計の下にありますね。20キロ近いのかこれで。うわ危な。まっすぐですよね。いや速いなスピード。普通にトラックも100キロ以上出してる。戻りたいな真ん中の車線。やっ、ちょっとなんで急に緩めたの。もう危な。あ、アダムさんどうもフォローありがとうございます。いやー危なかった謎のブレーキやめてほしいですね本当に。バッシュメーター前ブレーキするよな。よし、無事故で行きたいですね。新車だしぶつけたくないですよね。いやーまた出てきそう。これすぐ右行けるように。あーダメダメだ危ない危ないよしょっちゅうツイートしてますねあ、トンネルだ、トンネル、トンネル怖いな。逃げ場なさそうっていうか、あまた捉えちゃった2回目だ。全然見てないな、オービス。てか止まりすぎじゃないですかこれ、トンネル内事故ってるし。オービスの看板全然見てないな。もう1000ユーロ近く捉えてますねこれで。距離あるからな、バンバン行きたい。あ、もうこの先左か。おとなしく左寄っとくか。危ないですね。ほとんど止まってましたね。多分速度落としてたんでしょうね。それで加速していくからな。見てなかった右もう何この車は。
400ユーロですね。550か1回。あ、でも夜になったからちょっと交通量減ってきましたね。とっさに右向けないんですよね。7キロ制限か。あ、おやすみなさいです。入り方がすごいな。あー、なんか起きてますね。これなんか起きてる。常に逃げられる道を見とかないと。福岡までなんですね。お疲れ様です。大変だ。どっから福岡までなんだろう。40トンだけど意外と一度高速乗っちゃえばあれですね。猫ちゃんも家族の写真もあるから事故だけは気をつけよう。疲れは大丈夫かな。ちょっとあれ見ときたいですね。あ、6時間あんのか。全然余裕だ。多分このまま行けますね。ちょっと失速にしよう。あー、でもやっぱスピード出ないな坂道は。あ、ボルボのトレーラー運転してるんですね。滋賀から福岡、何キロぐらいですか。結構ありますねそれ。あ、来週からヨーロッパ行きなんですね。あ、オービス、オービス来た。オービスですね。みんな速度落としてる。80キロ制限ですね。からもうオービス過ぎたかな。うん、大丈夫だ。ようやく見つけられたオービスの看板。明らかに速度が落ちたときは気をつけましょうね。 AI が速度としたら。あと招き猫夜怖いですねこれ。気味が悪いな。のダッシュボードすごい見やすくていいですね。これまた抜かしたら速くなるパターンだな。レーダー欲しいですよね本当に。まだガソリンもあるからいいでしょう。ベイダーはもう引退しましたね、だいぶ前。これ運びは2万6000ですからね。1000ぐらいだったら全然いいでしょう。わー、入ってきそう、入ってきそう。
入ってきそう。Oh, yeah. おーいえー、おーいえー、ありがとうございます。危な、危な。なかなか中さんか。いやーこれ怖いな。左行こう。あれがな、あっとびっくりした。今のは収入が入った音ですね。何でしたっけ、3人雇ってるんですよね今。よし、もう半分ぐらいは来てんじゃないかなこれ、うん、夜は走りやすい。ハンドルちょっと軽いな、まだもうちょい重くてもいいぐらいですね。しばらく追い越しでいいか。ちょっと速度が、あー遅かったか。なんか落ちてると思ったら、そう全然見えなかった。レーダーが欲しい本当に。危な、暴走トラックになっちゃってんだこれ。ラストはもうバンバン変わりますからね本当に。左入れてくれるかな、入れてくれないですね。結構オービスありますね。イギリスは多いんでしたっけ、なんかオービスが多い気がするなイギリス。あ、これオービスじゃないですか、びっくりした。違うか、もう大変ですね。まあでもアメトラに比べたらまあ楽ですけどね。アメトラの場合はパトカーに取られるから。こんな速度出してたらすぐ捕まっちゃいますけどね。でもアメトラ制限がまだ緩いのか、120キロぐらいの場所ありますからね。次、うわ何この車間距離の詰め方。行けや行けや、トラック邪魔。最悪ですね。ああ、道路課金状態ですね本当に。実写のやつも入れたのかな、確かなんかいくつか入れたんですよね。もう嫌がらせにしか思えないなこのイケアトラックは。なんかこれロゴが書いてある。結構いろんな車走ってますね。またいるイケアトラックが。まっすぐか、いやーいますね。これ右行かないといけないパターンじゃない。あ、行けるか。よし、今度こそは抜かしてこ。これほんと邪魔。入ってきそうで嫌ですよね。イケアだイケア。危ない危ない。脇ビュンって危ない。よし。お、飛行機じゃないですか。あれ違った、危ない、ちょっとあ、危なかった。
なんとかまだ追突は免れてますね。危ない危ない、ほんとすぐ入ってくるからよく見とかなきゃいけませんね。まだ燃料半分以上あるからいいでしょう。あ、ドラゴンさん、そうなんですね。いいですね、面白いですよね。アメトラ、ユーロトラックで次テストドライブやりたい。最近車系がかなりハマってますね。テストドライブちょっと高いんですけどね、2400円ぐらいだったかな。なんかリアルな交通都市ドライブか楽しめるやつみたいですよ。飛び出しとかあるみたいです、人の。あ、湖じゃないですか。何の湖だろう、ここマップ見てみるか。もう着くと思うんですよね。あ、もう着く、もう着く。地図出てこないな。ちょっとこの先山道があるけど、いいですね。お城みたいのが、街が見えますね、向こうが。もう一般道入ったのか。80キロ制限か。ちょっともうオービスは捉えたくないな。危ない。そう、コメントをチラチラ見てると本当に危ないですからね、猫ちゃん。デコトラのな、本当日本のあれが出たらいいですよね。あ、やば、止まりそう。やっぱ坂道きついんだな。40トンですからね、相当きつそう。これ街中オービスあるから要注意ですね今。まあ、でも80キロ制限だから引っかかることないでしょう。コメントチラチラ見てます、チラチラ。あ、30マイルか、一気に下がった。ちょっと危ないかも、ここ。わー、下りか、下りのいろは坂系ですね。下りの方が怖いですよね、正直。本当に横転しますからね。わっ、早速ぐらいでいいか。大丈夫かな。よし、なんとか。おお、なんかファービングシミュレーターっぽい感じになってるじゃないですか、わらを。これでファーミングシミュレーターもこのトレーラーで運びたいですよね、荷物を。そしたらもっとなんか仕事してる感が出るんだけどな。それはいいですよね、たまに帰って農業してつながってくれないかな、いつか。あ、オービスありそう、橋は全然看板見てる。おお、なんだこれ。
なんか有名そうな場所ですね。いやでかいな、やっぱこのトラックかっこいい。橋芸今週中やりましょうね、あのピザさえもらったやつと一緒にやろう。今週中どっかでやろう。天候変化ありますよ、ちゃんと雨、嵐みたいな雨と普通の雨か、もっと入れれば雪とかもありますよね。まもなく到着です。古い町なんだろうなこれ。おーすごい、風力発電がいっぱい出てる。古い町ですよね。招き猫ほんと気持ち悪いな。変えよ今度。またいろんなの乗せてきましょうね。これ今回今猫ちゃんトラックなんですが、またいろんなの乗せてこ。確かショップでミリタリー系の置物を置くモッドも入れたんで、それで今度乗せるやつを決めてみましょう。ユーロトラックはハンコンと、このトラック IR ほんといいですよ。このトラック IR ちょっと値段高めですけど、これあると本当に楽だし臨場感が増しますね、うん、これあると自分で向きたい方向に瞬時に向けるのがいいですよね。慣れるとほんと自然にできるようになってきますね。間もなくかな。あ、見えてきましたね。この先か。このソフトは2000円しないぐらいですよね。今ユーロトラック2って。あー入れさせてほしいな。その次入れさせてほしい。ありがとう。VR はあれが見えないですからね、ボタン系が。全部完全に覚えてないと大変だと思いますよ、VR。あとは、1本走ったらもうヘロヘロになりそうですけどね、VR。絶対酔いますよね、VR でやったら。この先かな。エジンバラかなこれ、うん、エジンバラですかこれ。よしとりあえずもう着きますね。駐車が大変そうだな。あ、80キロだから大丈夫でしょう。あやばい、意外とスピード出てる。あ48か、やばい。危なかった。48キロでしたね。よし、エディンバラか。バスシミュレーター、そうですね、バスシミュレーターも全部あれしたいな。全場所制覇したいですよね。やっちゃった。あ、最悪ですね、演出した。重いか、最初のゼロからのスタートが非常にきつい。よいしょ、低速がきついですね。よし、これはここ、あ違う違う違う、ちょっと待って、マップがこれにしないと分かりにくい。あ雨降ってきちゃったな、最後の最後に。最悪ですね。
ジョブセンター。いやー雨か。ほい、でここですね。でかいとこだといいんだけどな。あ、でかいとこだ。ユーロトラックは結構駐車がでかいとこだから、いや、ギリギリ展開できるかこれ。ぐるーっと回ってきましょう。まあ全然大丈夫だな。まっすぐにして入ればいいですね。よいしょ。あ、やばいやばい。見えないな、よく。見えないですね。あー、ここか。あ、ゆっくり行けば大丈夫でしょう。ちょっとでかいから。イエロートラックは駐車スペースが広いからいいですね、ほんと。安心して止められる。ちょっと土管が、土管の穴から見えんな。後ろが微妙に入ってない。ああ入ってない。ああ、いけたいけた、優しい。じゃあこれで下ろしちゃいましょう。ちょっとずれてるけどいいですね、これで。優しい。いいですね。あ、レベルも上がった。これ距離のやつをまず解除しちゃいましょうか。これで1500キロ以上も行けるようになるんでいいですね。